簡単なそのお手入れとかだったら、中性洗剤、まあ、こういうスポンジにつけて洗って、あと拭いてあげるときれいにはなる。ある程度きれいには。急に。普通の中性洗剤ですよね。そうです。あのおしゃれ着、あの MR とかそういうのでいいです。あの本側だったらその洗剤とかこう水で洗うと硬くなっちゃうんですけど、こういう合成のものは大丈夫ですね。ある程度で良ければこういう形で拭いてあげるだけでも、もう専用のなんか汚れていいタオルとかでもだったらそこまで落とさなくてもいいと思って。すごい急にピカピカ。普通の洗濯はその水にどんどん移していくんですけど、これは今タオルに移してる状態、洗剤で浮かせてタオルに汚れを移してる状態ですね。ここはもう浸透しちゃってるんで、ここはもう表面に乗ってるだけなんで拭き取りができるんですけど、この拭き取りユニフォームと同じところですよね。そうですそうです。ここに関してはもうこすり出すしかないですね。ここも綺麗にしたい場合はやっぱ水の中で洗う。ここに関してはもうこのぐらいが限界かなっていうか、あの全体を濡らさない場合は。こういうブラシとかでもいいですし、まあ、スポンジ水の中入れる場合はやっぱ中の汚れとか一番ポイントかなと思います。ここもブラシであんまりこううまく伝わらなければやっぱこういうのとかでこすり出す。なんだ、あまりにも泡が切れにくい場合、一回脱水入れてもいいです。あの洗剤使って洗った後に30秒ぐらい脱水入れてすすると泡は切れやすいですけど。どうしようもない部分 ある可能性はあるんですけど、ただそのしっかり洗ってすすいであげるとかなり匂いにくくなったりとかはするので、泡切れ、ドラム式で。ドラムでも基本別にどれぐらい水が、あ、もう置ける。あの干すときにできるだけその針を作ってあげて、まあ、タオルとかでもいいので、あと新聞があれば新聞とかでもいいんですけど、針を作って。
あの取れるだけですね。ここは洗剤いらないんですよ、水でいいですか。これはもう水で、あの取れるだけ。ありがとうございます。